内容のある広報人事を本当にしっかりと実現できる、そういう議員を私たちは設けなければならないという、その決意を今こそ皆さん持とうではありませんか。札幌市長、元札幌市長の上田文雄でございます。自治の実践、市民のが中心になる、その札幌市を、そして本当に市民こそが中心になる北海道を救っていく、そのことを二の腕確認し、二人の門出を明日しっかりとみんなでお祝いできるように、最後まで最後まで石川佐和子、そして米倉美奈子、心からお願いを申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。